皆さんこんにちは。島津亜矢さんといえば、今もなお熱いファン層を誇る演歌歌手です。幼少期から天才少女と呼ばれながらも、努力を重ねてきた苦労人としても有名です。最近はファンから激痩せして病気ではないかと、心配の声が聞こえてきています。島津亜矢さんの現在までの経歴と、噂になっている激痩せの真相を探ってみました。まずは島津亜矢さんのプロフィールです。生年月日は、1971年3月28日ですので、2023年3月現在51歳です。熊本県熊本市北区植木町の生まれで、血液型は O 型です。家族構成は、両親と姉の4人家族です。身長は168センチです。所属事務所は、オフィス風という音楽事務所に所属しています。島津亜矢さんは、オリジナル曲の他にも、カバー曲を300曲以上も歌い上げる演歌歌手として活動しています。島津亜矢さんは、生まれてくる子は演歌が歌える子になってほしいと、お腹にいる頃から母久美子さんは胎教のように演歌を聴かせていたそうです。その甲斐あって、物心ついた時には体にも心にもすっかり演歌が染み込んでいました。幼稚園の連絡帳には、チューリップの歌を歌う時に拳が回ってましたと書かれていたそうです。島津亜矢さんは幼少期から演歌の申し子と呼ばれ、大きな才能を感じさせ、幼少期からのど自慢やコンテストに出場し、グランプリを次々に獲得し、6歳の頃にはすでに100本を超えてしまうほどでした。当時のテレビ関係者も、まさに天才少女ですよと絶賛でした。島津亜矢さんが出るとダントツで優勝が確定してしまうという理由で出場を断られることもありました。天性とも言える艶と張りのある声に、抜群の歌唱力は将来の大器の予感と、10年に1人の逸材という期待が加わり、噂が噂を呼んで、ついに作曲家の高木登録氏に末恐ろしいという評価をいただき、 NHK オーディションの最高得点で見事合格しました。さらに、こう藤山一郎氏を日本の演歌の財産だと唸らせ、業界の注目を浴びました。藤山一郎さんは日本の歌手、声楽家であり、作曲指揮者として活躍されていました。13歳の時、長崎歌謡祭に熊本県代表として出場した際、定築レコードにスカウトされたのをきっかけに上京します。14歳の時、戦後の歌謡界を代表する作詞家の星野哲郎さんのもとに弟子入りをし、1年間しっかりと練習した後に15歳でデビューします。本名は島津亜矢子さんですが、芸名の島津亜矢という名前で芸能活動をされており、一時は熊川亜矢というのも候補にあったようです。熊本に日本三大急流の一つと言われる熊川という川があり、島津亜矢さんが14歳で弟子入りした後に、歌謡界を代表する作詞家の星野哲郎先生が熊川を押されたからです。後で聞いて、熊川綾じゃなくてよかったと思ったようです。親元を離れて上京するのはちょっと不安でしたが、それ以上に歌手になって、これからどんな素晴らしい世界が待っているのか、そちらの方が楽しみだと語っています。デビュー曲の袴を履いた渡り鳥の作詞は師匠の星野哲郎さんが手がけてくれました。才能に恵まれていた島津綾さんですが、芸能界に飛び込んでみると想像以上に厳しく、とても大変だったと語っています。歌が大好きだったからこそ、人一倍練習を繰り返し、血のにじむような努力をして今があると言います。そして1年後の1987年に、にぎやかスリーガールズというグループを結成します。メンバーは島津亜矢さん、坂本冬美さん、石上久美子さんの3人です。島津亜矢さんは歌怪獣というニックネームで有名ですが、実はこのニックネームの名付け親は、俳優で芸人、ミュージシャンとしても活躍されている牧田スポーツさんです。ブログでも今最も注目している人として、島津亜矢さんを紹介されていました。その牧田スポーツさんが、3ヶ月に一度開催することで話題の定期ライブ、ライブアット牧田スポーツというイベントにスペシャルゲストとして島津亜矢さんを招待しました。その時には紫色の綺麗な着物で、カエランチャヨカを熱唱し、会場は感動の渦に包まれたといいます。ちなみにそのライブの過去出場者には、ディーン・フジオカさんやゴールデンボンバーの桐生院翔さんなどが挙げられます。2001年には第52回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。初めて紅白歌合戦に出場した時の歌唱曲は、感謝状母へのメッセージ
でした。島津亜矢さんはカバー曲も多くリリースしていて、北島三郎さんの予作や美空ひばりさんの悲しい酒など、どんな曲も自身の持ち歌のように歌いこなすと歌唱力には定評があります。しかし、なんと初出場以来14年もの間紅白歌合戦に出場しておりませんでした。そのため、島津亜矢を出さないで誰を出すんだと強い不満が募っているファンも多くいました。その後、連続して紅白歌合戦に出場を果たしているので、やっと歌唱力が認められたのではないでしょうか。14年ぶりとなる2015年に紅白歌合戦に出場した際には、カバー曲を提供いただいている北島三郎さんからも祝福されていました。着実に実力をつけたい回を乗り切るであろう。演歌の申し子は、その時、演歌そのものになっています。渾身の演歌はもちろん、歌謡浪曲からポップス、洋楽まで、ジャンルを超えた彼女の驚異の歌唱力は、聴く人に大きな感動を与えます。有名なオリジナル曲に、帰らんちゃよか、などがあり、その中でも1991年に発売した藍染めかつらをもう一度は30万枚のセールスを記録する大ヒット曲となります。1997年に発売された感謝状母へのメッセージは、涙なしでは聴けない楽曲だと話題になり、これも島津亜矢さんの代表曲の一つとなりました。他にもシルエット、ロマンス、希望という名の光、アイハブのシング、夜にかける、聖母たちのララバイがあります。そんな抜群の歌唱力を持つ島津亜矢さんですが、最近聞かれるのは激痩せしすぎではないかという噂です。島津亜矢さんの20歳頃の写真は健康的で少しぽちゃっとしていますね。実はもともと体重の増減が激しいタイプらしく、これまでも太ったり痩せたりを繰り返していたようです。ただ最近は少し細すぎではないかと思うような印象なのも事実です。これについては2つの要因があるのではないかと言われています。1つ目は2016年に急性声帯炎を発症したことです。この病気は声帯を使いすぎることが原因とされていて、声帯が炎症を起こし赤く腫れる症状や痛みを伴うこともある病気です。島津亜矢さんの歌は音域が幅広く、歌手の中でも罹患する確率の高い状態だったようです。ただしこの病気は体重が急激に減ったりどんどん痩せていくということはないようです。しかし、風邪をひいた時のような喉の痛みがあります。急性声帯炎にかかってしまった島津亜矢さんは、喉の痛みで食事が取りにくかったのではないかと思われます。この病気が原因で過去にコンサートをキャンセルしてしまったこともあり、肉体的にも精神的にも食事を取ることが難しい時期があったと言われています。島津亜矢さんはとてもファンを大切にする演歌歌手としてもよく知られており、仕事に穴を開けてしまうことは精神的な負荷が大きかったのかもしれません。とても優しくて責任感の強い方のようですね。もう一つの要因は熊本地震です。地震とともに故郷の大切な思い出が壊れてしまい、心に大きなダメージを負ったことで激痩せしたのではないかと言われています。島津亜矢さん本人が地震の時に熊本にいたわけではないと思うのですが、親戚が怪我をしたり知り合いが被災したとしてもおかしくない状況でした。幸い家族は全員無事だったそうですが、あの当時の状況の中、家族の安否を確認するまで大きな不安があったことは想像に難しくありません。現在は急性声帯炎の症状も回復しているようですので、従来通りの素晴らしい歌声を聞くことができます。もともと体重の増減が激しいという島津亜矢さんですが、心身の健康を長く保ち末永く歌ってくれることを願っております。素晴らしい歌をこれからも聴かせてほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの意見や感想をコメントに残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。